おはようございます。今日もシアター M に来ています。今日はこれからブラッキーパーティーを見てこよう。それでは行きます。おはようございます。今日は先ほど拝見したブラッキーパーティーについて語りたいと思います。ベンツ・ランデル監督、ドイツの新しい世代の一人です。以前このサイトでもウェイブという作品の紹介をありましたけど、あの時舞台挨拶してた若いイケメンの監督ですね。ドラッグ系のすごく面白い映画を撮る人ですけれど、今回はヴァンパイアムービーということで、ヴァンパイアの恋に落ちる話ですけれど、最近ヴァンパイアと恋に落ちる話といえばトワイライトって映画がハリウッドの方で有名ですけれど、この映画はそれを男女を逆転したということで、女性ヴァンパイアと男の刑事が恋に落ちてしまう、若者の描き方が非常にエネルギッシュだなというところを感じて、すごく反骨精神もちゃんとあって、前作はファシズムを扱ったもので、若い力を暴走させるっていう意味では今回も力強いものを感じたんですけれど、このヴァンパイアになってしまった女性たちの中の葛藤みたいなものと、ヴァンパイアの超人的な身体な能力で繰り出されるアクションっていう、その2つの面ですごく楽しませてくれて、こういうふうにすごく王道なものをおって思わせるような映像で撮ってくれる監督が今の世代にもいるっていうのは非常に嬉しいことです。それではまたお会いします。